街は薄紫、行き交う人急ぎ足で通り過ぎてく。どうも、カリフォルニアから来ましたオン&オフです。ハローということで、はい、オン&オフ2016年、ジャパンツアー決まりました。まあアンコールツアーっていう感じですかね。アンコールツアーですね。はい、今年春に、はい、東京、名古屋、大阪の3カ所やりましたけれども、はい、なんとですね、早くもアンコールツアー決定いたしました。やった。しかも前回よりも いっぱい回りますね。すごいよ、ね、今回は今まで行ったことないところまで、はい、オン&オフで足伸ばしますからね、はい、なんと、サンフランシスコから。そこ行かない、そこ行かない。シベリアまで行かない、行かない。北はね、なんと青森ですよ、はい、青森から行きます。青森はね、グッバイでも、うん、何回か初期の頃ね、ちょっと行ったくらいでしょ、うん、だからもう30年以上行ってないですからね。グッバイの曲をお届けしましょうよ。ねえ、お届けしますよ。だからどれぐらいの方がいらっしゃるのかね、不安なところもあるんですけど。いや、大丈夫です、大丈夫です。親戚が多いですから僕、青森に。ええ、だから親戚だけで多分200人ぐらい来ちゃうんで、チケットお早めに。いるかな。いやいやいや、いないでしょう。いないです。あとね、今回初の金沢、はい、オンオフとしてはね。そうだ、オンオフとしてはグッバイではね、何度か行ってるんですよ、うん、山地区バンバンっていうね、ライブハウスで。昔ね。そう、昔だ。やっぱり30年以上前ね。はいはいはい、はい、で、金沢でしょ。で、あとよく覚えてるね。そう、金沢ね、うん、覚えてるんだよね。すごい、山地区バンバンは。すごい。なんかファンの人たちと雪合戦したの覚えてる、はい。寝るく寝るって俺たちが寝る山地区バンバンのビルの上からファンの人たちに投げた。覚えてる、覚えてる、覚えてる。それよ、それそれ。うわ、覚えてる。それが、金沢ライブハウスの上の雪かきした。そうそうそう、あれが金沢。なんで雪かきし、リハーサルしろよってことでしょ、本当は。雪が嬉しかったね。ね、嬉しかった、うん、本当だ、ね。あと京都も行きますね、今回。そう、ね、京都もよくね、うん、グッバイの頃はね、ライブやってましたが、うん、京都も行く。もちろん東京、大阪、名古屋も、うん、ありますし、はい、ね、で最終日がね、なんと横浜。はい、ね、まあ、ほら横浜育ちなんで僕らも、まあ、生まれがね、横浜っ子としては、うん、最後じゃない、ね、そう、じゃんじゃんって言わないんだよ、横浜の人。じゃんだよ、じゃん、そう、横浜じゃん、うん、なのでね、本当に今回10カ所、全10カ所はい、ツアーで行きますので、うん、9月の3日スタート。もうアコースティックギター2本だけ持って、はい、あとはもう歌とおしゃべりだけ持って、はい、身軽な2人旅なんで。あとはね、うん、新譜を、はいはい、新譜をなんとね、はい、お届けするツアーになっておりますので、うんうん、なんかせっかくいろんなとこもあるんで、うん、僕たちの新しいその作品も持っていこうっていうことで、はい、なんか CD なんかも作ってみようかななんて、今実はレコーディングスタジオにいまして、うん、今日からレコーディングなんですけど、うまくいけば CD 持っていけます。うまくいかなかったらなしということで。なしです、はい、なしだめ、ね、もうあっという間にね、9月来てしまいますからね、皆様、はい、今から準備の方よろしくお願いしますね。ということで、はい、ぜひライブハウスでお待ちしております。ということで、オン&オフの野村芳生と曽我康久でした。会場で待ってます。